はい、どうも、エルザです。今回はですね、タイトルであったように、まあ、あるキラーのタブー行為について、やっていきたいなと思います。ということで、いつもマッチングして普通のプレイなんですけど、今回ちょっとね、あまりにもひどかったプレイがあったので、まあ、そのあたりもね、やっていこうかなと。まあね、普通に、タブー行為として閉じ込めですね。まあ、キラーが、サバイバーを壁に追いやると、攻撃しない限りはサバイバーが挟まって動けないっていうのがあるんですけど、まあ、そちらを悪用したプレイヤーの動画となってます。なので、まあ、注意喚起というところですね。サバイバーさん、こういうキラー来たら危ないよっていうところで、今回上げさせてもらいます。で、まあ、問題なのが、まあ、そろそろですね。まあ、ちょっと壊そうかなと思ったら、なんか怪しかったんで、今、右側にちょっとレイスの透明化の動きが出てきました。ねえ、ここからですね、必要なストーカー行為が始まってきます。まあ、このあたりだとね、あ、追いつけないからね、の感覚でこう逃げてたんだけど、まあ、ただね、この距離感でね、一切何もしてこないのよ。で、あれおかしいなと思ってて、初心者さんでわかんないのかなったんだけど、まあ、板も避けるよね、みたいな感じ。で、ここら辺で、が動いてるんで、まあ、こんな感じでぐるぐるって動きながら、このキラ何してんだろうねと思って、ちょっと、よくわかんないんで、まあ、2簡単の時間稼ぎでいいやっていう感じでこうやってます。あ、このあたりからまあ、特にもうその、閉じ込めしかする気がなかったんじゃないかなというところですね。で、まあ、来たんだけど動かないからもう先回すかってやってたら、まあ、ここでポジ取りし始めてっていう感じです。で、基本的にその閉じ込みに関して言うと、こちらとしてはね、そもそもキラーがキル前提で動くので、そもそもその動き自体がどうなのかねっていうところなのでね。で、まあそういったキラーもいたんで、まあ、ここに入るなっていうところもあるかもしれないけど、まあ、それはそれで抜きとしてだね。うん。ちょっとそれはいかんかなっていうところでしたね。で、今回は、サバイバーも、キラーも念のため、名前は伏せておきます。で、まあね、ここで攻撃するのかなと思ったら、もう完全な、透明化解除の煽りをするだけというところだったんで、まあ、これがね、煽り行為がどんどん入ってくると、まあ、時間の無駄でしかはないという回ですね。で、味方のサバイバーさんはそもそも分かってないので、ただ、鐘の音は聞こえるんで、あのキラーなんかおかしくねえかっていうのが徐々になんか分かってきだしたというところですね。で、僕の方もカラスは飛び始めるんでね。ということで、まあ、長すぎるんで早送りしましょう。さあ、早くも3分迎えるところですね。まあ、長いよね。ほんとね、長いだけよ、ただ。まあ、意外と早く振りすると、いい音はするんだけどね。まあ、ただね、ただ深入りしかないからね。さあ、そろそろ5分が経とうということですね。まあ、ずっとこんな感じでカン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 してるだけです。で、まあ、異変に気づいた味方のサバイバーさんたちが宝箱であったりとか、まあ、ノーワンとか、あるんで、そこら辺を見てるところですね。まあ、でもレパートリーがほんと少なくてね。ずっとこんな感じなんです。と、お前の演奏会に付き合いたくないんじゃ。ほんとね、ただの迷惑行為っていうかね。何が楽しいんだろうねって感じだったけどね。まあ、ほんとね、この辺りでほとんどのサバイバーさんが感づいてくれるんでね。まあ、一番そのチェストからライトが出れば、多少可能性としてはというところです。さあ、それでまた早送りと。さあ、もう10分ですね。
まあこの辺りになると回転し始めますね。面白いことが全くできなくなってきたということです。ネタがないなら最初からするな。もう何がしたいのか分かんないキラーさんでしたね。でまあこのまま10分過ぎて、まあ味方がこじ開けれるかなどうかなってんだけど、そもそも当たり判定的にできないというか。さあここでもうしびれを切らせて、全部通電します。まあ通電するとノーワンが発動するんでね、まあ当店も確認してもらってますね。でこのまま過ぎること、12分経過と。でまあできる対策がほとんどサバイバーさん側の方でできなかったので、まあゲートを開放して、このつまらない演奏会にフィナーレを迎えようというところです。まあなんだろうね、ただ時間の無駄っていう感じだね。まあただ、9分過ぎてるんで生存者は銀はつくんだけど、まあそうだね、特に発電機回してるわけでもないし、評価的にはどうなのかなっていう段階ですね。まあ全く動かないと。まあ時間ギリギリでエンティティに捧げるかっていうところですね。まああとは狙ってくるとしたら、ここで一気に距離置いて、自分が逃げてギリギリ間に合わないっていうのを狙ってるとか、そんな感じだと思います。でまあ13分経過と。マジで長いマジで長いのよこれが。でまあどうせやることもなくただ立ってるだけなんで、なんとも言いようのない感じなんですけど、で味方もまあゲートが近いんでね、今回は味方もこう覗きに来たんですけど、やっぱ特にはできないっていうことなんで、まあちょっと覗きに来て、まあ時間ギリギリ逃げるという感じです。他のサバイバーさんにもね迷惑かかるからね。さあ残り 1m になりました。で14分ですね。でここに来ていきなり離れます。だからこれで、希望を持たせたかったんだろうなというところですね。でもそんなおめおめ引っかかるのめんどくさいので、最後は思い通りにならなかったので攻撃してきます。でめんどくさいんで僕の方からも近づきます。ねえ、もともと多分、そういう声をする予定だったのもあるんで、わざわざレースで、こうやってケバブをね、すると、深谷のオンパレードだけやっていったというキラーさんでした。ねえ、閉じ込めに関して言うと、タブー行為です。ですが、チェイス中に角に追い込むっていうのはもっとあることなので、ただ攻撃する前提なのよね。なので、今みたいに過度なことをすると、外役プレイヤーとして、なります。まあ、全然、ゲームに参加してないからね。なので、皆さんも、なんか角とか行った時にとか、なんかやたらストーカー行為が多いなっていう時は、皆さんもこの外役プレイヤーとかには気をつけてください。まあ、ランクもだいたいこの辺りが多いかなっていうこともあるんですけどね。まあ、そこはプレイヤー次第かなっていうところですね。ということで、今回ここまでとなります。まあ、14分間で、ね。まあ、こういうのはブロックしてもらった方が一番いいかなと。まあ、あまりにもコメントでどういうアカウントですかってくれば、公表するかもしれませんが、一旦は公表なしでいきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回普通の配信をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。じゃあ、またな。